伊勢八王子駅は、かつて、三重県四日市市に存在した近畿日本鉄道、八王子線の駅である。八王子線が、区間廃止される前は、道線の終着駅であった。八王子線は、もともと四日市西部から産出される木と酒の輸送を目的に、三重軌道が付設した軽便鉄道であるが、その開業時に、終着駅として開設されたのが当駅であった。 当初は4号駅を名乗っていたが、後に八王子村駅と改称され、さらに伊勢八王子駅に再改称された。両政国名の伊勢を冠したのは、国鉄中央本線八王子駅との区別をつけるためであったと言われる。現在では八王子線は内部線の支線であるように見えるが、先に開業したのは八王子線の方であり、戦後に内部線が、 八王子線に先立って電化されるまでは、現在とはむしろ逆の関係にあった。戦後、三重交通を経て運営が近鉄に移管されるが、西日の東駅間は、天白川と呼ばれる地元では、暴れ川とされていた河川の堤防上に軌道が敷かれていたため、1974年に同河川が氾濫すると、復旧困難の状況に陥った。近鉄では、 当時すでに輸送量が減少していた八王子線、全線の廃線を打ち出したが、地元の根強い抵抗にあい、天白川の改修を行うため西日野東駅間は廃線とするものの、西日野日長間は存続させることにした。これに伴い、西日野日長区間の営業が再開された1976年4月1日、正式に廃駅となった。校内は、 短式ホーム一面一線の駅であったが、三重軌道の開業時点では、蒸気機関車が動力となっており、また1928年新造の機動車も、変運転台式の短短式、ガソリンカーであったため、電化によるこれらの全廃まで終端付近に、ターンテーブルが設置され、撤去後も、路線廃止までその痕跡が残されていた。また、電化後も、 電気機関車牽引の貨物列車や客車列車が設定されており、51型や61系、あるいは71型がこれらを牽引したほか、電車も直接制御機搭載で、総括制御ができない仕様であったため、ラッシュ時などには客車を牽引しており、これらの折り返しの際に連結順序を変更するための気回し線が存在していた。駅舎は木造であった。駅跡は、 さらちとなっており、かつてはバスの折り返し手流助として用いられていた。現在では、当該バス路線が当駅西方面に延伸されたことにより使用されておらず、柵で閉鎖されている。ありがとうございます。